皆さんこんばんこばはペリオディスタ小沢です今日はドルトモント所属のノルウェー代表フォワードハーランドの挙手、えー、が再びスペイン国内で加熱しておりますので、まあ、特に今週ラリーがの日強レアル・マドリーとバルセロナの、まあ、各、えー、マドリーよりバルセロナよりのスポーツ紙から、えー、ハーランド獲得あるんじゃないかと、まあ、夏ですけれどね、えーまあ、そういった、えー、報道が出ておりますのでまだ、ね、噂推測の域は出ないですけれども ここ数日の最新情報、動向と個人的な見解を皆さんに披露したいと思います。まず、1月3日、2日前の月曜日ですね、バルセロナがマンチェスターシティから獲得したフェラントーレスの入団会見発表の席で、まあ、記者団からラポルタ会長に質問が飛びまして、まあ、ラポルタ会長が冬のマーケットも含めてバルセロナの 今日、それから、まあ、財政面でのやりくりについて聞かれたところ、まあ、ラポルタ会長が、まあ、当然ね、こう、会長ですから、強いリーダーシップ、強いメッセージを打ち出して、えファン、サポーター、クレイに向けてね、何か楽観的なポジティブなニュースを届けたいという気持ちは十分わかるんですけれども、まあ、とどえスポシブレと、まあ、すべてが可能だということをはっきり断言してしまったもので、まあ、それによって、 え夏に向けてハーランドも獲得できるんじゃないかみたいな希望的観測が飛び交ってしまうことになりましてまあただ会見をしっかり見るとまあその後のえ質問で具体的にハーランドの名前も挙げてきたからえ夏にバルセロナが獲得できる可能性ありますかと聞かれてはいたんですがまあそこに対する回答でいうとまあ選手の具体的な名前を挙げてのえ回答は控えますということで。 ボルタ会長もそこはさすがにハーランド獲得もあるよみたいなにお、えー、わせ方は全くしてなかったので、まあ、謙虚にノーコメントは貫いていたんですが、まあ、ただ、えー、その前の段階での発言で、まあ、全てが可能ですと、えー、はっきりと、えー、言ってしまったもので、まあ、別に口を滑らせたわけではないと思いますけれども、まあ、それによって、えー、バルサが夏に向けてハーランド獲得あるよというようなニュースが世界的に飛び交うことになりましたというのがまず一つですね。 続いて4日の火曜日にマルカが一面トップで、ハラノがまあ1月中にまあ行き先を決めたいというような意向を持っているというニュースを一面トップで出しまして、彼の希望はスペインだと、マドリーカ・バルセロナなんだというような、なぜかね、普通に今のヨーロッパのマーケットを支配しているであろうプレミア勢とかパリ・サンジェルマンの名前は一切出なかったのが、なんともスペインのメディアらしいなと、かなり内弁慶なさすがメディアだなと。 いうようには思いましたけれども、まあ、マルカに出た、えー、ニュース記事ですので、まあ、どちらかというと、まあ、鳥寄りで。 まあ、エンバペを取るに加えて、ハーランドまで取って、えー、使えるポジションはありますかと、まあ、ベンゼマ・ビリススがいて、エンバペ、ハーランドが来て、そんな4人も使えますかみたいな、えー、紙面作りもあったわけですけれども、まあ、でもまあ、個人的にはね、今の財政状況からすると、バルセロナが夏にハーランドを獲得する可能性よりも、まあ、エンバペを取って、えー、プラスでハーランドまで取ってしまえるぐらい、まあ、レアル・マドリー・ペレス会長の、まあ、このコロナ禍での緊縮財政は、まあ、しっかりと、 まあ、キャッシュを蓄えているというのは間違いなくありますので、えー、ラリーガのファイナンシャルフェアプレーも軽々とクリアするんじゃないかなと思ってますので間取りの方が可能性ありそうだなと思ってマルカの記事は読んでおりましたけれども、まあ、続いて本日5日は、えーまあ、カタルーニャの、えー、バルセロナ寄りのムンド・デポルティボス氏が、えー、ハーランドを一面トップに使いまして、えーね、お金があるならハーランド行きますというような何 <laughs>、まあ、とも無責任な見出しを作っておりました。 まあこちらね、ムンド・デポルティー墓は、まあ、これまでもね、何度も皆さんにお伝えしてますように、基本的に、まあ、基本的にもうバルサの機関紙的に成り下がっているスポーツ誌ですので、まあ、ジャーナリスティックな記事はほとんどありませんから、まあ、バルサに、あるいはバルサのね、フロントに都合のいいような、えー、記事、ニュースを上げて、まあ、できるだけ楽観的な、まあ、ファン、サポーターがワクワクするような、えー、記事、紙面作りをして、なんとか新聞を買ってもらおうという魂胆しか見えないような。 まあ基本的に前つばものの記事ばっかりと思って、えー、目を通さなければいけないメディアなわけですけれども、まあ確かに、えー、お金ができたら、えー、まあもちろんそれは可能性あるわなと思って <laughs> 見ておりましたが、まあただそのニュースのことの発端は、えー、まあ別にイムンド・デポルティーボがでっち上げの記事を書いたわけではなく、えー、まあソースとしては、えー、スペインの民放のクワトロの、えー、デポルテス・クワトロス,、まあ、スポーツニュースの まあ報道によりますというところはきっちりソースとして提示してましたので、まあそのね、えー、民放のスポーツニュースによると、まあどうやら、えー、まあ12月にトルコであった、えー、ゴールデンボーイの表彰式で、まあペドリのね、えー、表彰に、 同席したラポルタ会長が、まあ、同じくね、トルコに、その、おそらく表彰式に来ていた、えー、ハーランドの代理人のミノライオラと、まあ、接触、まあ、お茶でもしたようで、ま、もともとラポルタ会長はね、ライオラ代理人とは、えぇ、ー、友好関係を持ってますし、まあ、かなり良好な関係をずっと続けているということで、まあ、会長になった時から、まあ、連絡を入れて、まあ、将来的に、えー、君のクライアント、いい選手いたら紹介してよってことは常に言っていたようですし、 まあ現状で今一番の有望株であるハーランド、えー、バルセロナに、まあ、お金ができたら、えー、資金繰りがね、メドが立ったら、えー、優先的にうちに起こしてよというようなことは確かに言っているようですので、まあ、エンバベと違ってハーランドはドルトムントに対して移設金を払わなければいけませんし、まあ、なおかつライオラが代理人ですから、まあまあ、ハーランドの家族、父親に対してですかね、まあ、コミッションを払わなければいけなくなるだろうということで、まあ、そのコミッションの総額が4000万から、 今日のムンド・デポルティーボの記事に載っていた数字だと、まあ、6000万ユーロものコミッションですから、まあ、日本円で78億円ですよ移、まあ、跡金じゃないですからねライオラと、まあ、ハーランドの家族に入る、まあ、本当にねそういったまあ巨額なコミッション、まあ、特定の一部の選手だけとはいえ、まあ、やっぱりねこう特定の代理人特定の、まあ、選手その家族だけが、ねえー、もう尋常じゃない天文学的な数字のコミッションを受け取るっていうねこの今の サッカー界の遺跡市場のコミッションのあり方はちょっとね、こう、やっぱり FIFA も考え直してほしいなと思っておりますけれども、まあ、それだけのお金があるんだったら、やっぱりね、こういう、そういった選手たちを育成したクラブとか、ね、そういった育成環境にしっかり、もっと連帯貢献金も含めて、ね、こう、エコシステムを回すような投資循環にしてほしいなと思って、えー、そういった記事は常に読んでおりますけれども、 まあ,あとはね、えー、ハーランド自身への、まあ、サラリーも当然、まあ、手取りで、えー、2000万ユーロ以上になると言われてますので、超 VIP 待遇の、えー、オファーをバルセロナができますかというと、まあ、個人的な見解としては、まあ、限りなくゼロに近いんじゃないかなと思いますし、まあ、現状、えーまあ、今日この後コパデルレイの、えー、試合がありますけれども、バルセロナ、まあね、1月3日以降ダニアウベスとフェラントーレスを えー、登録しようと思った時に、なんとかダニア・ウベスは試合当日に登録間に合いましたけれども、フェラントーレスは未だに間に合ってないと。なぜかというと、えー、ラリーガのファイナンシャルフェアプレイにやっぱり引っかかってるので、まあ、まずは放出がないとダメだということで、まあ、コーチニオンティティをなんとしてもこの冬の1月中に いい放出したいと思ってクラブは動いているようですが、まあ、なかなかね、買い手引き取り手はやっぱりつきませんし、デンベレの契約延長もなかなか進まないということで、まあもしかするとこのままずるずるいくとせっかく5500万ユーロでマンチェスターシティから取ってフラントーレスを登録できないみたいな、まあ本当に前代未聞のね、えー、事態さえあり得るんじゃないかと個人的には、 見てますけれども、まあ、アラポルタ会長、あまりね、こう、スペイン語でベンデールウモと言いますけれども、煙を売る必要はないんじゃないかなと、まあ、内袖を振る必要はないんじゃないかなと、まあ、もう少し発言に気をつけて、まあ、当然ね、まあ、ピッチ内外で若干ね、ネガティブな状況が続いてきた、ここ1年、2年ですから、まあ、当然何、何か明るいニュース、ね、メッセージを届けたいという気持ちは、本当によくわかるんですけれども、まあ、もう少し慎重に、えー、会長として、 まあ、上げ足を取られないような発言を、ね、注意深くしてほしいなと個人的には思ってますし、まあ、振り返れば、ね、彼が会長に就任して、まあ、メッシがやっぱり残れずに退団したわけですし。 もともと彼はね、えー、2003年のまあ第一次政権の会長として就任した時には公約はベッカム取りますでしたから、それがね、ベッカム取れずに、えー、なんとレアル・マドリーに取られてしまって、まあ、仕方なく、えー、まあ慌てて、なんとかロナウジーニョを取りましたというような、ね、戦いがありましたから、まあ、あまり煙を売りすぎないでほしいなと、個人的には思ってますし、まあ、その辺で言うと、ラポルタ会長よりも個人的にはマテワレマニー GM の方が、 やっぱり発言も含めて地に足つけた、えー、まあ言動をされているんじゃないかなと思いますのでやっぱり優秀なのはラポルタ会長にもまあ手割れマリだなと思って見ておりますが、ね、今日、ホテルで撮っていることからも分かりますように明日の早朝に行われますコパ・デルレの、えーのマドリーノ、えー、試合アルコヤノとの試合の中継を担当しますので、えー、その前にはバルサの、えー、リナーレスとの、ね、コパ・デルレーの試合もありますので皆さん 皆さん、えー、ミッドウィークはスペインのコパデルレーの試合をダゾンでお楽しみください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アサラプロキシマ。